願いいたします。先ほどからあの可愛らしいアイドルの方たちがたくさん出演されていて、私はこの中に入っていいのかとちょっと思いつつ歌わせていただくんですけど、あの私先ほど紹介していただいた通り、あの普段歌謡曲とかあのちょっと演歌調の曲とかを中心にして歌ってまして、今のようなあのちょっとあの昔のアイドルさんの名曲を歌わせていただいたりしています。はい、今日はあのこのような素晴らしい会に呼んでいただいてありがとうございます。私も普段あのなかなか骨髄 の, あのドナー登録とかあんまり考えるきっかけって普段生きててないと思うんですけど、こうした機会に自分もあのすごい考えるようになりまして、あの皆様にも、考えていただいて、そしてあのアイドルをあの見に来ていただいた皆様にちょっとでもあのまた楽しんでいただけるようにあの今日は歌わせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、続きましての曲は私のオリジナル曲、歌わせていただきたいと思います。優しい歌という私のデビュー曲がありまして、その曲を歌わせていただきます。この曲はあの今日とは全然違う、天気の雨の中で別れた恋人のことを思い出して、ああすればよかったかな、こうすればよかったかなってあのちょっと後悔とかするようなちょっと寂しい曲ではあるんですけど、最終的には優しい歌聴いて帰ろうという歌詞で終わって、そんなちょっと寂しい思い出も背中を押してくれるようなそんな歌になっています。なのであの恋愛に限らず、昔飼ってたペットのこととかあのお友達のこととか、そういう温かい思い出頭に思い浮かべて聴いていただけたら嬉しいです。それでは優しい歌聴いてください。ここでずっと待って
ありがとうございます。優しい歌という歌歌わせていただきました。この曲雨の曲なんですけど、私この曲を歌ってるからか、普段すごく雨女なんですけど、このイベント出させていただくの2回目なんですけど、2回とも見事に晴れまして、暑いぐらいに晴れて本当に嬉しいなって思います。はい、優しい歌聴いていただきましてありがとうございます。次の曲は私の、曲の中で一番ちょっとこの場にあったアイドルらしい曲を歌わせていただきたいと思います。勇気告白っていう題名でして、通学途中の女の子が、駅で見かける名前も知らないあの人に片思いをしているという可愛い曲になります。で突然なんですけれども、皆様にお願いしたいことがございまして、それです、ありがとうございます。ご存知の方はぜひお願いしますね。曲の途中から手拍子をしていただきたくて、いきますね。名前も歳も知らないけれど、会えたらラッキーラッキーラッキー超ハッピーって叩いて、その後に上に手を挙げてタンパンって2回手を叩いていただいて、そこでカンナって言っていただけると嬉しいです。ということで水鳥カンナという名前なんですけど、このカンナという名前をここで覚えていただけたら嬉しいなと思います。ということで皆様一緒に1回お願いします。いきますね。せーの。名前も歳も知らないけれど、会えたらラッキーラッキーラッキー超ハッピーカンナって感じですはい、カンナもぜひ言っていただけると嬉しいです。とっても可愛らしい曲なので、ノリノリで聴いていただけると嬉しいです。勇気告白聴いてください。
歌わせていただきました。勇気告白という曲歌わせていただきました。続きましてが最後の曲になるんですけど、最後の曲も私のオリジナル曲歌わせていただきたいと思います。去年出しました幸せ小道という曲歌わせていただきます。この曲は、普段忘れてしまいがちな日常の素敵さや人々のつながりの温かさがテーマになってます。日だまりに歩き出すという歌詞があるんですけど、前向きに生きようとする全ての方への応援ソングになっています。今日もしっかり日だまりというか太陽が出てますので、本物の日だまりを指差しながら歌わせていただきたいと思います。毎日生きてるといろんなこと、いいこともあって嫌なこともあっていろいろあると思うんですけど、いろんな歌を一緒に楽しみながら皆さんと生きていけたら嬉しいなと思っています。それでは、幸せ小道という曲です。聴いてください。笑うこと
がとうございます。私は先ほど紹介していただいたように笠寺のユートピア宝というところで毎週火曜日夜の7時から歌わせていただいてます。それ以外の場所でも歌わせていただいてまして、今日も夜の、6時半から名古屋ミュージックファームさんっていうライブハウスで急遽歌わせていただくことになったり、これからも活動をちょっとツイッターとかで発信していこうと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。今日は温かく最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。水鳥カンナでした。ありがとうございます。はい、水鳥カンナさん、どうもありがとうございました。この後物販